では前回、青い海の裂け目を攻略しようとうろうろしていたら赤い海に到着し、せっかくだから赤い海で夏の暑さを満喫するところの続きからやっていきます。ひるまないから同格の相手なら悪くないかも。おお、岩奥田かな。捕獲して刺激したい。あの位置なら安全だと思っていたのか。ファイアオクタ難弾、遠隔炎攻撃は便利そう。沈んでいってワロタン、お前受けるんじゃないのか。念願の爆弾だ、ヒットライロ。あの位置に普通に落ちてとどまるのひどい。素材でも沈んでいくんだ。ボコボコ。注目しても上狙ってくれないの困る。モーション的に口から出してるっぽいけど、どういう作りをした体なのか。ウォルチュラの地形無視性能は序盤に手に入っていい性能じゃない。楽しいけども。燃えながらも戦い、そして散る。勇猛すぎる。何でも同じボタンに集約するのやめ。向かってくる敵だったら大惨事になりかねない。炎の魔物だし、消化したら倒せるかな。レーン、テールは溺れてダメなのに、トーチスラグは平気なの。
今は進めない感じかな。溶岩で進めなくてもゴールチュラがいれば関係ない。ゴールチュラでも無理だから世界の果てかな。この感じだと乗り越えるのも無理そうかな。あの魔物、もしかしてリザル？だとしたらやばい。絶対動き早い。乗ってきた。やばい。モリブリンをおとりにしてる間にベッドで HP を少しでも回復せねば。距離を取る。やりモリブリンの方がいいかな。やりモリブリンが勝手にどこかに行こうとする。よし、回復したし上から無限モリブリンと行こう。見えないところで戦ってる。リザルこそ溶岩で溺れるんだって思ったら、沈められたのは2匹目のリザルだったらしい。火に強い。燃えないってだけか。ゼルダ姫は老衰和を食べることができるのだろうか。ひどすぎ、わろたって思ったら、岩じゃなくてチビロックか。これちょん、爆弾やめい。フレンドリーファイアが基本なくても爆弾は巻き込まれそう。進んだらもう採掘地点だった。一般的なハイリア人の歯。リンクさんは別格か。そ
して覚えることができるということはスムージーの素材でもなさそう。とか思ってたら食べられる岩が出てきた。水で温度が下げられたりするのかな。燃えないだけでいいなし。まあ進む必要もなさそうだしいいか。シルベも登録したし、火山から海に戻ってストーリーを進めよう。つまみ食いが原因かい。嬉しい。25ルピーの素材3つ渡して20ルピー渡されて、手間賃込みで100ルピーだ。溶岩じゃなくても泳げない。構えの分攻撃間隔は長いけど早いからいいかも。さて目的地は上の方だったかな。かっこミニマップ見てない。この形状で裂け目発生してて入れるの？明らかに見た目より広い。階段の途中で裂け目に飲まれてる感じだったのに。トリー君地形貫通できるの強すぎる。いやいや、そのルートは鉄箱とビタロックがないと無理無理。ゾラということは川ゾーラか。水属性というよりどちらかというと火を吐きそうな見た目してる。謎セキュリティ。ジャブジャブ様は帰宅するたびに開けてってやってるの。魚神家の島。動画編集で改めて見てみると目的地が移動してるからイベント一つすっ飛ばしたっぽい。さてじゃあおセッションしてもらえるようにお願いしよう。
そういえば喧嘩してるって言ってたし、これは協力しないで失敗するパターン。ああ、音楽性の違い、それは厄介ですね。はあ、じゃないジャブジャブ様もお怒りになるわけだわ。ん？こちらはハイラル王国の姫であるぞ。反対せよ。うん。これは国際問題ですよ。チミー。勇者様とドラッド、あいつら交流したんだ。ああ。うん。うんうん、昼や夜の強さを競い合うものだよ。の違い。おう。うん。ああ。イチャラブ様の住処の鍵が両者の演奏だし。絶対単独だと失敗するよな。今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。動画がお気に召しましたらマイリスト、チャンネル登録をしてくださいますと喜びます。